そんなことならあの変態にお迎えをさせればよかったのだ。あ、でもそれだと変態にターニャの秘密の作戦がバレてしまうのだ。誰も助けてくれないのだ。ターニャがこんなに困っているのに、浅草は人情の街じゃないのか。こら、そこのお前、どうしてさっきから見ているのに助けようとしないのだ。そうか、お前がターニャのパンツを撮影しようとした変態なのだな。え、違うよ。あの、大丈夫？怪我とかしてない？お前がこの罠を仕組んだのか。いや、そうに違いないのだ。ずっとこっちを見ていたのが何よりの証拠なのだ。ターニャにこんないたずらするなんて、おまわりさんに110番なのだ。おまわりさん、もしもしなのだ。ちょっと、だから僕は何もしてないって。そこのあなた、昼間から往来で幼女にいたずらしているとこの国では逮捕されるわよ。夏美さん、それは誤解です。というか助けてください。夏美、そうか、お前がバナナトラップの犯人だな。あれ、夏美さん、ひょっとしてこの子のこと知ってるんですか？いいえ、知らないわ。じゃあね。ちょっと待つのだ。無視するな。こら、夏美、夏美、夏美。いや、間違えたのだ。夏美さん、無視するな、なのです。相変わらず目上の者に対する礼儀がなっていないようね、タチアナ。夏美さん、ひょっとしてこの子が北海道にいるジャッジメント7のメンバーのタチアナさんなんですか？のだ。ターニャはジャッジメント7なんていう変態チームの一員になんかなってないぞ。勘違いするな。ええ、そうよ。この幼女は私たちの仲間でも何でもないわ。だからあなたも放っておいて早く基地に来ることね。そうやって思いっきり否定されるとなんか悲しいのだ。もしかしてお前もジャッジメント7のメンバーなのか？え、そうだけど。あ、そうか、わかったぞ。お前がレイジだな。うん。なんだ、だったら最初から言ってほしかったぞ。そうすれば話が早かったのだ。さあレイジ、ターニャの荷物を拾い集めてスーツケースに詰め直すのだ。え？ほら、さっさと始めるのだ。じゃあ、早く基地に行くのだ。スーツケースはレイジが引っ張るのだ。
にゃん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 、ターニャのお出ましなのだ。皆の者驚くのだ。おお、ターニチカ、夏美から話は聞いてたよ。遅かったじゃないか。にゃんにゃんにゃん、突然顔を見せてびっくりさせる作戦だったのに、ちっとも驚いてないのだ。全部夏美にバラされたのだ。別にバラしたつもりはないわ。驚かせるつもりなら口止めでもしておけばいいじゃない。年上なんだから、それくらい空気を読んでほしいのだ。タチアナ、我が輩がしっかり驚いてやったぞ。これで満足だろう。なんだ、まだ驚きが足りないのか。タチアナ、お前もなかなかの欲しがりだな。いいだろう、ならば我が輩の全力の驚きでもってお前を歓迎してやろうではないか。もし驚きが欲しい時には遠慮なく言ってくれ。改めて言おう、タチアナ、ジャッジメント7の基地への帰還ご苦労で。ほう、前に会った時とさほど身長も変わっていないと見える。もしや体内時間を停止させるあの禁断の技を得得したということか。その名もストップ G エイジ。もううるさいのは勘弁だぞ。ほんとイルカは相変わらずキモいのだ。うん、前にも増してキモくなってるのだ。我が輩がキモいか。我が輩をキモいと感じるのは煉獄の主カルシオの洗脳によるものだろう。心の目ハートアイを開くことさえできれば我が輩のソウルシャドウが見えるはず。その時こそ洗脳は解け、我が輩のことをキモく思わないはずで。ちょっとイルカ、外にまであんたの規制が響いてたわよ。近所から苦情が来たらどうするのよ。少しは周りのことも考えてよね。お姉ちゃん大丈夫だよ。イルカさんがすぐに規制を上げる変な人ってことはこの辺りの人ならみんな知ってるから。タチアナ、あんたどうしてこんなとこにいるのよ。わー、ターニャンが来てるなんてびっくり。でもでもすっ嬉しいな、ターニャンおかえり。ターニャン相変わらず可愛すぎ。しばらく会えなくて言うの寂しかったんだよ。ノーノ、話すのだ。おっぱに顔が埋もれて息ができないのだ。言うのにムニュムニュをされる金髪幼女、これはこれで素晴らしい光景だね。しっかり映像を残しておかねば。あの、オワリさん、一応確認したいんですけど、この女の子がジャッジメント7のサブプログラマーの
タチアナさんなんですか？他の誰だって言うんだい？では紹介しよう。彼女こそがジャッジメント7のサブプログラマー、タチアナ・アレクサンドロバナ・シャラポバ。愛称はターニチカだ。違うよ、ターニャンだよ。禁断のロリータウェポンである。ただのお子様ね。つまりこれがタチアナってことよ。ちょっと待つのだ。ターニャはこの変態チームの一員になった覚えはないのだ。どうしてもって頼まれたから仕方なくゲームを作る手伝いをしているだけだぞ。天才のちょっとした暇つぶしなのだ。あら、それは知らなかったわ。そう、単なる暇つぶしだったのね。だったらもっと重要な研究をするべきじゃないかしら。天才であるあなたがゲーム作りなんて時間の無駄でしかないと思うのだけれど。嘘なのだ。本当はゲーム作り結構楽しいぞ。だから手伝わせてほしいです。あ、ひょっとしてそこにある小学校の机って。ああ、あれがターニチカの机だ。北海道の学校が夏休みや冬休みの時には長期滞在して作業をしてもらうこともあるからね。レイジ、どうしたのだ？さっきからほうけたような顔をしているではないか。いや、その、何でもありません。ただ、ちょっと驚いてただけです。タチアナさんが小学生だったなんて、想像もしてなかったんで。ん？今のは聞き捨てならないぞ。ターニは小学生なんかじゃない。もう中学生、立派なお姉さんなのだ。最近は胸だって膨らんできたんだぞ。セクシーボディまであと少しなのだ。それでターニチカ、今回はいつまでいられるんだ？夏休みいっぱいはここにいるつもりだぞ。前みたいにお泊まりするのだ。ということで、この夏休みはこのレイジをターニャのお世話係にするのだ。え？お世話係って何ですか？どうして僕が？日常のつまらない雑務に構っていられないのだ。だからお世話係が必要なのだ。わかりやすく言えばこの子すごく手がかかるのよ。ご飯を食べればポロポロこぼすし、しょっちゅう何かをひっくり返して汚すし、あとよく転んで生傷が絶えないし、プログラミングの技術以外は本当にお子様、幼稚園児みたいなのよね。だから面倒を見る人間が必要なのよ。夏美、今平然とターニャのこと侮辱したな。そうだぞ、幼稚園児はさすがに言い過ぎじゃないのかい。せいぜい小学校低学年ぐらいだろ。二人とも好き勝手言うな。ターニャは手がかかる子供なんかじゃないぞ。立派なお姉さんなのだ。天才だからちょっと日常的なことが苦手だったりする、それだけなのだ。とにかく
レイジをお世話係にするって決めたのだ。いや、タチアナさん、だったら僕じゃない方がいいんじゃないですか。他の人の方が。変態だし。幼女に罵られるのもゾクゾクするね。イルカはキモいし。シャッファー。浅野は乱暴だし。何よ、前に私がお世話係をしてあげるのこと言ってるわけ。あんたの傷の絆創膏を剥がれ、かさぶたまで剥がしたと、まだ寝るの？夏美は、ちょっと今度。ありがとう。お世話係が回避できるなら思われたって構わない。何？私のこかしな目で見ないで。お世話係だったと前みたいに言うするよ。分かってよ。そうのは人にタニを可愛がるためなのだ。それにすぐに無視。前よりも無くなってたぞ。でも窒息したら大変だからだ。消去法でかと、レイジしか。レイジは一番下っ端の人だろ。大した仕事もし、まさに手なのだ。なるほどね。ああ、まあ別にいいんじゃないかね。それじゃあレイジ君、今より君をターニチカのお世話係と任命する。ターニチカがこの基地に滞在している間はいろいろとお世話をしてやってほしい。頼んだよ。ちょ、オワリさん、本当に僕でいいんですか？こういった経験なんてまるでないし、やっぱりユーノさんにお願いするべきなんじゃ。仕方ないだろ、ターニチカのご指名なんだからさ。それに君が一番下っ端で暇なのは確かじゃないか。まあ大丈夫だよ、なんだかんだで君ならうまくやれるはずだ。自信を持って頑張ってくれたまえ。レイジ、しっかり頼むぞ。はい、よろしくお願いします。タチアナさん、うん、さんはつけなくてもいいぞ。ターニは天才だけど心が広いからな。普通に呼び捨てで呼ぶことを許すぞ。あと敬語なんかも不要だぞ。ターニはそういう堅苦しいのは嫌いなのだ。わかった、タチアナ。しばらくの間だけどよろしく。レイジ、よろしくなのだ。じゃあ早速荷ほどきをするぞ。必要なものを出さなきゃだからな。ターニのパンツを取ったりしたらダメだぞ。そんなことしないって冗談なのだ。レイジはリアクションが面白いぞ、うん、これなら楽しめそうなのだ。ターニのお世話係ができるなんて、レイジ君すっごくすっごく羨ましいな。レイジがお世話係ね。息も合ってるみたいだし、仲良くやっていけるんじゃない？一応言っておくけれど、調子に乗っていたずらなんてしないようにね。そんなことをしたら即座に通報させてもらうから。やめてくださいよ、僕そんなことしませんから。よし、
じゃあレイジ君とターニチカは身ほどきを済ませてきてくれ。そしたらセブン評議会を開くからな。新作のワールドエンドヘブンの話だな。あれから全然連絡がなかったから、どんなことになってるのか楽しみなのだ。いや、議題は新作の話じゃない。もちろん新世界体験の検証に決まっているじゃないか。新世界体験、お、なんか世界からのメールに書いてあったやつだな。夢みたいな状況で全員が同じ体験をしたとか、あれって世界の冗談じゃなかったのか。冗談などではない。あれは実際に確実に俺たちに起こった不可思議な現実だったんだ。アニチカの頭脳と技術力があれば本格的な検証を行うことができる。あの謎を絶対に解き明かすのだ。あの終わりさん、ゲーム作らないんですか。ゲームなんか作っている場合かね。ターニはレイジの隣に座るのだ。ちゃんとお世話するのだぞ。タチアナ、それは？にゃっふっふ、これはハンドヘルド PC なのだ。市販の PC を改造して作った特別仕様なのだぞ。これさえあればどこでも本格的なプログラムが組めるのだ。それよりレイジ、ターニャが頼んだものちゃんと買ってきてくれたのか。ああ、うん、ついさっきコンビニに行って調達してきたよ。うん、ご苦労なのだ。ターニャが欲しいと言ったらすぐに用意するのだぞ。よし、それでは始めようではないか。うん、ジャッジメント7、総勢7名がここに集結した。今回はボイスチャットではなく、ターニシカ本人もいる。完全なるセブン評議会を始めようじゃないか。パーフェクトシャンプーカフレッシュ。うわほー。今さらだけど浅草から出られないってことかな。私たち以外には他の人間が見当たらないのも重要なことだわ。はいはい、エロリーちゃんとベロベロスを忘れちゃダメだよ。我が輩たちが想像し想像したゲームのキャラやモンスターが具現化していること、実に興味深い現象だ。現実の世界とは時間の進み方が違っていましたよね。向こうで丸2日過ごしたのに、こっちではほんの数時間しか経っていませんでした。ああ、もうわかったのだ。みんなしていつまでもわけのわからないことを言うなら、ターニャ力を貸してやるのだ。ターニャ何するの？世界が作ったワールドプログラムを検証するためのプログラム、それを組み立てるのだ。お、やってくれるか、ターニチカ。実は少し前から頼んではいたんだ。だがなかなかうんと言ってくれなくてね。
世界のプログラムは変態的だから解析が面倒なのだ。だから嫌だったのだ。でもゲームも作らずおかしなことばかり話し合ってるお前たちを見て気が変わったぞ。ターニャが検証プログラムを完成させて、そんな体験はありえないってことを証明してやるのだ。世界、基地のサーバーにつなぐぞ。レイジ、あれを用意するのだ。ああ、あれね。食べさせるのだ。はいはい。タニチカもやる気になってくれたところで、俺から一つ提案があるんだ。議論も散々やり尽くしたことだし、そろそろ試してみる頃合いだと思うんだがね。試すって、終わり、あんたまさか。そのまさかだよ。もう一度新世界体験をしてみようじゃないか。変態が考えた極上ベロベロスが控えてんのよ。私たちが捕まっていやらしいことされたらどうすんのよ。私たちという言い方は適切ではないわ。だって浅野、あなたは大丈夫なのだから。何よ夏美、人の言葉の上げ足なんか取って。あんた性格悪いわよ。絶対友達いないでしょ。ええ、友達なんていないわ。でもそれが何だというの。私には必要のないものだし。夏美、それってなんていうか知ってる？痩せ我慢とか開き直りっていうのよ。ま、そういうあなたも友達は少ないと聞いているわ。何せ一人カラオケ大会を開くぐらいだものね。一人カラオケの何が悪いのよ。それに私は好きでやってんの。決して友達がいないからじゃないんだから。おいおい、二人とも子供じゃないんだから少し落ち着きたまえ。何日かに笑われるぞ。極上ベロベロスのことなら心配いらない。昼間は現れない、夜になっても建物の中には入ってこないというルールは進化した状態でも変わらないからね。それ本当に確かなのよね。まだ何か忘れてるってことは。いや大丈夫だ。今朝になってようやくベロベロスに関する資料をサーバーの中から見つけたんだ。そいつで確認したから間違いない。そういうことならまたあの異世界に身を投じるのも悪くはない。それもまた宇宙的意志の導きだからな。ユーノもまた行ってみたいかな。ユーノが行くんだったら私も行くわ。仕方ないわね、私も付き合うわ。じゃあ僕も行きます。もちろんターニャも一緒に行くよね。タニチカ、なんなのだ。人が集中してる時に邪魔しないでほしいのだ。これからみんなで新世界体験を行おうと思う。お前も一緒に行くだろ。新世界体験、くだらないのだ。まあそう言わずに試すだけ試してくれよ。
一度体験しちゃえばターニシカだって信じるしかなくなるからね。ターニは天才だからそんなことがあるはずないって分かってるぞ。それでも特別に付き合ってやるのだ。まああの体験をしてもそう言ってられるかね。それじゃあ各自新世界ゴーグルを持ってここに集合だ。パーニチカの分は俺が用意しておいたからさ。準備は OK だぞ。早くターニャに新世界体験とやらを見せるのだ。ではまずプログラムを立ち上げるところから始めよう。ワールドプログラムスタンバイ。次はボイスコマンドだね。今度はユーノがやってみたいな。いいだろう、ユーノ。高らかに叫びたまえ。チェンジザワールドと。はい、行きます。チェンジザワールド。よし、ワールドプログラムは無事に起動した。続いて前の時と同じように視覚世界の拡張を始めよう。あの世界へと旅立てるのだ。我が輩、すでに出航の準備は万端だぞ。よーそろー。まあ慌てるな。こうなることは想定済みだからね。みんな覚えているかい？前回新世界へと誘われた時に俺が何をしようとしていたのかを。確かモンスターを表示させようとしていたわよね。正解だよ、夏美。というわけで、あの時の行動を再現してみようと思うんだ。きっとそれが引き金となるはずだからね。ということで、今回はエロリーを表示させようと思う。エロリーを？実はあの世界から帰ってきた後、基地のサーバーからエロリーのデータを見つけてね、ワールドプログラムに組み込んでおいたんだ。では早速ご登場願おう。きっとそれによってあの世界への扉が開かれるはず。ちょっと待った。別にエロリーじゃなくたっていいんじゃないの。普通のモンスターを出しなさいよ。やれやれ。浅野、君はまだエロリーのことを敵対視しているのか。いい加減敗北を認めたらどうだい。敗北って、私はあんな無駄乳デカ女になんて負けてないわ。ハッ、浅野、誰がどう見たってその恐怖的戦闘力の差は歴然だ。おとなしく諦めるんだな。もう何なのよ、みんなして。あ、レイジは変態たちみたいなことは言わないわよね。ねえ、どうなの？黙ってないで、なんか言いなさいよ。
の大きさで優劣を決めつけるのね。ここの男どもはみんな変態で、頭の中には女の子の胸の大きさしかないわけ。浅野さん、人の話は最後まで聞いてください。僕は胸の大きさがどうこうなんて言ってません。それに浅野さんは歌やパンチの破壊力でエロリーを大きく上回ってます。エロリーなんてイチコロですよ。エロリーなんてイチコロ。あ、そうよね、そんなの当然よね。終わり？エロリーを出してもいいわよ。別にあんな胸だけが取り柄のやつなんて私にはイチコロだし。お、レイジ君の鶴の一声が聞いたようだね。あら、お子様だけでなく残念女の扱いもお上手なようね。さすがはラノベ主人公男、その守備範囲の広さは我が輩でも舌を巻くぞ。よし、満場一致ということで実験を始めよう。いざ新世界へ。前と同じ状況は再現できているはずだぞ。前回はモンスター表示が完了する前にプログラムの暴走が始まったはず。なのに今はプログラムが正常に動作しているではないか。どうして前のような暴走が起きない？どうして俺たちは意識を保ったままなんだ？ブラックアウトが起こらないと旅立てないではないか。よし、ならばプログラムに負荷をかけてみよう。エロリーを同時に100体表示だ。してもダメなのか。いくぞ。ユーノたち、あっちの世界に来れたのかな。それはないわ。前みたいに画面がぐちゃぐちゃにならなかったし、それに真っ暗にもならなかったじゃない。それに第一、エロリーが出てたじゃない、出まくってたじゃない。あれが前と同じことが起きなかったって証拠よ。そうなんでしょ、変態！おかしい。どうして新世界体験が起こらないんだ。条件は前と同じだったはず。実験は終わりね。これ、外すわよ。すでに新世界に旅立つ準備はできていたというのに。あっちの世界ちょっと面白かったのに残念だな。でもでもエロリーちゃんにまた会えたのはちょっと嬉しかったかも。うん、ターニは天才だからな。こうなることは分かっていたのだ。レイジ、早く脱がせるのだ。あ、うん。
残念だが、これまでか。どうしてプログラムの暴走が起こらない？どうして俺たちの意識が保たれている？新世界への扉を開けるためには、俺たちも気づいていない鍵が必要ということか。だから、最初からそんな世界は存在していないのだ。世界が何を考えているか、ターニャには分かってるぞ。新世界というのがデータで作られた仮想世界か何かだと仮定しているのだろう。ま、それが一番現実的だからな。でも世界、お前もバカじゃないから分かるはずなのだ。お前たちが言うほどの仮想世界が存在するとしたら、そのデータ量は途方もないサイズということだぞ。確かジャッジメント7の社内サーバーは10テラのハードドライブ4つのレイド構成だから最大でも20テラ。その程度のデータ量では世界たちが言うレベルの仮想世界を構築することは絶対絶対不可能なのだ。それともどこかにそんな都合のいい仮想世界のデータがあるなんて思っているのか。それもたまたまジャッジメント7のゲームデータと全く同じデータを組み込んだ仮想世界が。そんなこと絶対にありえないのだ。そんなことは俺も分かってるさ。バカじゃないからね。俺たちのゲームデータはこのジャッジメント7のサーバーにしか存在しない。それは絶対だ。それにここのサーバーに外部から無断でアクセスすることは、たとえターニチカお前レベルのプログラマーでも絶対に不可能だ。そんなことは俺が分かっている。かといってジャッジメント7のサーバー内にあんな仮想世界を構築できるほどのデータがあれば、この俺が気づかないはずがない。まだ何か見落としていることがあるはずだ。新世界体験が起こった先週の日曜日と今回、一体何が違っているんだ。ダメだな。なあタニシカ、お前は何か考えがあるかい。お前が新世界体験を信じていないことは分かっているよ。それは一旦置いておいて、一人のプログラマーとしての意見を聞かせてほしいんだが。肝心な時に眠ってしまっているなんて。仕方ないよ、ターニャンはお昼寝の時間だから。ターニチカがこんな状態ではこれ以上の会議は無理か。今日はもうお開きにしよう。レイジ君、ターニチカをラウンジのソファーにでも運んでやってくれたまえ。あそこならゆっくり眠れるだろうしね。わかりました。あなた、タチアナが眠ってるからっていたずらしようなんて思わないようにね。ああ、それは勘弁してくれよ。君の性癖に文句を言う気はないが、タニチカは俺の友人の大切な娘だからね。そんなことしませんよ。うわー！
変態行為！いきなり何なんですか？レイジ、どうしたのよ？おいおい、一体何の騒ぎだい？侵入者です。思いっきりタックルされました。ちょっとあんた、ここは関係者以外立ち入り禁止よ。警察呼ばれたくなかったらさっさと出て行って。あ、英語で言わなきゃ通じないか。出てけってなんだっけ。シャットダウン。なんだ、誰かと思ったらユーリーじゃないか。久しぶりだね。オワリ、あんたこの不審者と知り合いなわけ？おいおい浅野、不審者とは失礼だろ。彼はユーリー・ダビードビチ・シャラポフ、ターニチカの父親だよ。しかしユーリー、うちのバイトにいきなりタックルをするとは穏やかじゃないじゃないか。何か気に入らないことでもあったのかい？あったのかい、じゃない。終わり、この男は私の可愛いターニチカを襲おうとしていたんだよ。とんでもない変態だ。終わり、君もかなりの変態であることは知っているが、それでもロリコンの趣味はないと知ってターニチカを預けていたのに、こんな変態ロリ野郎をバイトに雇っているなんてどういうことだ。君を信用した私の目が曇っていたのか。やれやれ、さっきいたずらするなと言ったのは半分冗談だったのにな。本当にやっちゃうなんてね。さすがに幼女を襲っちゃダメだろう。お世話係と言ってもそこまでお世話しちゃアウトだよ君。レイジ、あんたってば最低よ。ちょっとバカでスケベだけど、そんなことだけはしないやつだと思ってたのに。違います、僕はいたずらなんてしてませんって。オワリさんに言われた通り、タチアのソファに寝かせただけなんですから。え、オワリに言われた？ああユーリ、実は会議中にターニチカがお昼寝を始めてしまってね、レイジ君にここに運ぶように頼んだんだよ。ひょっとして君が見たのはターニチカがソファに寝かされる光景だけかい？なあ、そうだな。だとしたらレイジ君は無実だよ。俺の指示に従っただけだからね。もっともチューしようとしてたり、ワンピースの裾を引っ張り上げてパンティーでも見ようとしてたりしたら、擁護のしようもない完全なるアウトだけどね。レイジ、あんたそんなことしようとしてたの？最低よ、変態ロリ野郎よ。変態ロリクソ下道野郎よ。だから違いますって。今のはオワリさんが言った例え話で、僕はそんなことしてません。そうですよね。確かに私が見たのは君がターニチカをソファーに寝かせるところだけだ。てっきり君が危ない薬でも使ってターニチカを眠らせ、卑猥ないたずらでもするつもりかと思っていたが、どうやら私の一方的な勘違いだったようだ。レイジだったね。本当に悪かった。許してほしい。いえ、大丈夫です。本当、誤解が解けてよかったです。だよね。レイジがそんなことするはずないわよね。私、ちゃんと信じてたわよ。信じてたら変態ロリクソ下道野郎なんて言葉出てこないと思うんですけど。あははは、あれはそう、ちょっとした言葉の弾みよ、弾み。何よ、
だいたい誤解される方が悪いんでしょうが。おお、私の可愛いターニチカはお昼寝かい？ああ眠っていても可愛いね。まさに天使の寝顔だね。ところでユーリ、君がどうしてこんなところに？研究所が夏休みってことはないだろう？ああ、実はつくば市で学会が開かれることになってね。それで上京してきたんだよ。ターニチカも同じ飛行機だった。ここに来るというターニチカとは浅草駅で一度別れたんだが、どうにも心配になってしまってね。終わり。君にも挨拶しておこうと思って予定を少し変更してここにやってきたんだ。なるほどね。一言で言ってしまえば出張のついでというわけか。でもまあ、わざわざ足を運んでくれたんだ。ユーリ、歓迎しようではないか。ありがとう、終わり。考えてみれば君がこの基地に来るのは初めてだったな。よし、案内がてらうちのメンバーを紹介しておこうか。あ、レイジ君、下から悲鳴と物音が聞こえたから心配しちゃったよ。大丈夫だったの？ああ、言うの？心配はいらないよ。レイジ君はターニチカにいたずらしようとしてちょっとお灸を据えられただけだから。あなた最低だわ。レイジ君、ターニャンにいたずらなんてしようとしちゃったの？いくらターニャンが可愛いからってそんなことしちゃダメだよ。ちょっと待ってください、全部誤解だったんですって。オワリさん、おかしなことを言わないでください。二人とも本気にしちゃったじゃないですか。そう怒らないでくれ、軽いジョークだよ、ジョーク。ユーノ、ナツミ、心配いらないよ。レイジ君はまだそんなことはしてないからさ。ただターニチカをソファーに寝かせているところを彼に見られてしまってね。それで誤解されてタックルをされてしまっただけさ。二人にも紹介しよう。彼はユーリー・ダビートビチ・シャラポフ、ターニチカの父親だ。タチアナの？ターニャンのパパなんだ。うちのメンバーも紹介しなきゃだな。まずそこにいるのが結城夏美、ジャッジメント7のグラフィックデザイナーだ。どうも。おお、君が夏美だね。ターニチカの天敵だと聞いているよ。その情報は正しいとだけ言っておくわ。それからすでに先に会っているが、この少々派手な格好の女性が早瀬浅野、うちのサウンドディレクターをしている。挨拶が遅れちゃったわね。よろしく。おお、君があの浅野かい。ターニチカから聞いているよ。いろいろと残念で何よりだね。何よりって何よ、日本語変だから。っていうかタチアナ、起きたらお仕置きだからね。でもって君の大切な娘のターニチカにいたずらをしようとしていたのが。オワリさん！おっと失礼。いたずらをしようとしていると君が誤解したのがバイトの午前0時くんだ。おお、さっきは本当に悪かったね、レイジ。いえ、本当にもういいですから。
彼女はユウのことを早瀬ユウノ、さっき紹介した浅野の妹だ。1年近くのバイト歴を持つうちの大切な戦力だよ。はい、ユウノです。ターニャンとはすっごく仲良しなんだよ。なるほど。いつもターニチカをお世話しているユウノというのが君か。いつも世話になっているね。いいえ、ユウノの方こそターニャンのお世話ができて楽しいです。とまあ紹介はこんなものかな。オワリさん、イルカさんの紹介もしないと。その必要はないんだよね。そうだな、イルカ。その通りだ。世界ユーリーが我が輩のことを忘れているはずがないからな。おお、海の久しぶりじゃないか。君は相変わらずのようだね。オワリと海野と私の3人で遊んでいたあの頃が急に懐かしくなってきたよ。海野って誰なんですか？誰って、そこにいる彼に決まっているよ。海野ユータ、一緒にいる君たちが知らないなんてことは。おどど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 ど、それは我が輩の本当の名前ではない。あくまで現世での仮の名前。我が輩はイルカ2号だ。おお、そうだったな。確かそんなクリエイターネームを名乗っていたんだ。これは失礼。世界さんとイルカさんとユーリーさんって昔からの知り合いなんですか？オワリから聞いていないのかい？私たち3人は同じ大学にいたんだよ。そうそう、ユーリーは客員教授として来ていたんだ。年は俺やイルカよりもだいぶ上だったが、なんとなく馬があってね、いつもつるんでいたのさ。いや、懐かしい思い出だ。ユーリーはもともと北海道にある北連理化学研究所に所属してたからね。俺たちが大学を卒業する前にそっちに戻って、今じゃ副所長なんだよ。まあそういう縁もあって、うちでターニチカをたまに預かったりしているわけだ。なるほどね。タチアナがオワリの知人の娘ということは聞いていたけれど、そういう関係だったのね。初めて知ったわ。お父さんに質問です。北連理化学研究所だったっけ？それってどんな研究をしてるんですか？一応副所長としての守秘義務もあるのだが、話せる程度で簡単に説明するとしようか。北連理化学研究所、いわゆる北理研は、こっちにある国立の理研と名前は似ているが、全く別物の独自の施設研究機関なのだよ。その研究対象は計算科学、脳科学、情報科学、予測科学、人工知能、遺伝子工学と多岐にわたっており、大きく12のセクションに分かれているのだ。我々が理念として掲げている哲学は、科学技術を産業と切り離し、純粋なる研究の先にある結果を追求するということ。例えばヒューリスティックを用いた計算法に付与するアドホックな仮定をアルゴリズムを使わずに導き出すことで、より人間的なコンピューターを開発したり。それはつまり計算を間違えるコンピューターってことだろ。俺とお前の大学での研究テーマの一つだ。そうだったな。絶対に間違えないコンピュータを作るよりも、時々間違えるコンピュータを作る方が難しいというあれだ。結局人間以上に優れたコンピュータは作れないというのが俺たちの、いや俺の回答だったっけな。ま、昔のことだけどね。
理解不能な設定を作ると巷では評判な我が輩も、お前たちの話の難解さには敗北を認めるしかないな。これらの研究は私の可愛いターニチカにも手伝ってもらっているんだよ。あの子がいなければ研究は大幅に遅れることだろう。何せあの子のプログラミング技術は神がかっているからね。まさに奇跡と言ってもいいだろう。とはいえあの子はまだまだ幼い。大人の仕事の手伝いばかりをさせていては不憫というものだ。せめてプライベートでは好きなことをさせてあげようと思ってね。それが君たちと一緒に行うゲーム作りなんだよ。君たちと一緒に東京で休みを過ごすことも前々から計画して本当に楽しみにしていたみたいだ。というわけだから夏休みの間ターニチカのことを頼むよ。終わり。ここは託児所じゃないんだけどね。そんなことを言うな。世界的にも貴重なターニチカの頭脳をゲーム作りに利用できるなんてどれほどの幸運か分かっていないのか。まあそれで言ったら、お前ほどの男がこんなところでくだらないゲームを作っていること自体、神から与えられた才能への冒涜と言えなくもないのだがな。人の暮らしの役に立たない自己満の研究をするぐらいなら、こんなところでくだらないクソゲーを作ってる方がよっぽど有意義だわ。おお、これは一本取られてしまったかな。私も少し言い過ぎてしまったようだ。悪かったね。それによく見ればなかなか機能的なオフィスじゃないか。これぐらいこじんまりとしていた方がお互いの連携が取れていいのかもしれないね。ここが終わり、君の席だね。これはVR ゴーグルかい？終わりにしては随分と普通なものを作っているじゃないか。普通なんて言ってほしくないね。それは新世界ゴーグルといってね、未来を切り開く夢の装置なんだ。その新世界ゴーグルを装着し、俺の組み上げたワールドプログラムを起動させることで、モニターされる映像のリアルタイム加工が可能となる。つまり視覚世界を拡張させることができるのだよ。これさえ完成すれば、何でもない日常の風景が一瞬にして血は筋肉を踊るファンタジー世界へと早変わりさ。そうだ、終わり。あのおかしな現象のこと有利に聞いてみたらいいんじゃない？研究所の副所長をしてるぐらいなんだから、それなりに頭いいんでしょ。簡単に答え出しちゃうんじゃないの？おかしな現象？興味深い話だね。聞かせてくれないか？なんて名前にしたんだっけ？新体験？
初体験って、あ、これじゃ変態だわ。新世界、新感覚な初体験だ。このゴーグルとプログラムを使うことで童貞少年の初体験を体験できてしまうという、なんとも無夫婦なプロジェクトが現在進行中なのだよ。ただしその詳細は社外秘だがね。悪いが有利、完成するまで待ってくれないかい。相変わらず変態的なプロジェクトというわけか。頼むから私の可愛いターニチカには変態的なプログラムの作成を手伝わせないでくれよ。研究所からの電話だ。ちゃんとつくば市に向かっているかの確認だろう。さすがにそろそろ出ないと間に合わなくなるから私は行くことにするよ。それは残念だな。もっといろいろと見せたいものがあったのに。次に来た時の楽しみにしておこうか。それじゃあちょっとターニャンを起こしてくるよ。せっかくお父さんが来たのに会津じまいなんてかわいそうだもんね。いや、眠っているのを無理に起こすのもかわいそうだし、そのままでいいよ。みんな邪魔をしたね。それでは。浅野、君はもう少し空気を読むということを学ぶべきだろうね。俺が新世界体験のことはユーリーに伝えたくないのはなんとなく雰囲気でわかるだろうに。そんなのちゃんと言ってくれなくちゃわかんないわよ。それにどうして秘密にする必要があるのよ。素直に聞けばいいのに。その方が早いでしょ。まあそりゃそうなんだがね。なんていうかプログラマーとしての意地なんだろうか。あの謎は俺が自分で解明したいような気がするんだよ。立ち穴には頼ってるじゃない。前言を少し訂正しようか。自分で解決ではなく、ジャッジメントセブンとして解明したいのだよ。ターニシカは我がジャッジメントセブンの大切なメンバーだから、彼女の力を借りるのは何ら問題はない。そんなジャッジメントセブンの大切なメンバーであるターニャンのために今晩歓迎パーティーを開きたいと思います。そうだな。これからしばらくの間ターニチカにはいろいろと頑張ってもらわなければならないし、適当に機嫌を取っておく必要もあるだろう。ジャッジメントセブン、最後の一人がこの戦場にやってきたのだ。これは歓迎せねばなるまい。いいんじゃない。だったら私、タチアナのために歓迎の一曲を披露してあげたっていいわ。作詞作曲はもちろん私、ボーカルも私。それはまた別の機会にしたらどうだ。そうですよ、浅野さんの渾身の歌は歓迎会なんかで披露するのはもったいないです。やっぱり浅野さんの歌だけの催しの時でないと。まあ確かにそうかもしれないわね。私が歌ったら立ち穴から主役の座を奪っちゃうし、それはちょっとかわいそうかもね。私の歌はそう簡単に披露していいレベルのものじゃないなんてレイジもわかってるじゃない。よし、決まりだな。それじゃ今夜はターニチカの歓迎パーティーで盛り上がろうじゃないか。準備はユーノに任せて。あー、でもレイジ君が手伝ってくれると助かるかな。
はい、わかりました。メニューは何にしようかな。出前だけってのも味気ないしね。やっぱり手作りのものも用意したいよね。そうだ、せっかくターニャの歓迎パーティーだし、ロシア料理に挑戦してみようかな。いいですね、きっとタチアナも喜ぶと思いますけど、ロシア料理の材料ってスーパーに売ってますかね。あんまり売ってるの見たことないかな。あ、そうだ、輸入食材を置いてるお店ならきっとあると思うよ。そうなんですか、ならそこに行きましょうか。うん、レッツゴーだね。今のって、レイジ君どうしたの？あのそこに、あれ？何何？知ってる人でもいたの？いえ。見間違いだったみたいです。そっか、じゃあ改めて買い出しに行こうね。用意するのはこれぐらいだね。あとは出前かな。それじゃあレイジ君、基地に向かってカムバックだよ。仲良く買い物袋をぶら下げてリア充のままごと遊びかしら。結構なことね。そんなんじゃありませんよ、夏美さんだって知ってるじゃないですか。夜タチアナの歓迎会をするって、今はそのために買い出しをしてるんです。あらそう、ご苦労なことね。ま、せいぜい盛り上げてお子様を楽しませなさい。私は参加するつもりはないけれどね。絶対楽しいんだよ。私がパーティーとか騒がしいのを嫌いなの知ってるでしょ。だからゲーセンにでも行って時間を潰すことにするわ。でもゲーセンも騒がしいよ。心配いらないわ、このノイズリダクション付きヘッドフォンがあれば下界の低俗な騒音は全てシャットアウト可能だから。そんなこと言わないでパーティーに参加しようよ。ユーのボルシチにだって挑戦しちゃうんだから。輸入食材店でちゃんと本場の材料だって買ったんです。味も期待できると思いますよ。それに夏美さんだってジャッジメント7の仲間じゃないですか。いないなんて寂しいです。ダメよ、
私は参加しないわ。混沌の黒天使である私はそういった属性の催しには参加しない主義なの。でもでもパーティーは楽しいよ。なっちゃんもおいでよ。一緒に盛り上がろうよ。うるさいわね。あなたの能天気なプランに私を巻き込まないで。正直迷惑なのよ。みんながみんなあなたみたいにヘラヘラできる天然のバカじゃないんだから。今のはさすがに言い過ぎです。騒がしいのが嫌だからってユーノさんに当たることないじゃないですか。な、何よ、バイト不全がこの私に説教。いい度胸じゃない。レイジ君、レイジ君、もういいよ。無理やり誘ったユーノが悪いんだから。なっちゃんにはなっちゃんの都合もあるしね。でも言い方ってものがあるじゃないですか。ユーノさんが夏美さんをパーティーに誘ったのは、夏美さんもジャッジメントセブンの大切な仲間だからってこと分かっていますよね。もちろん僕だってユーノさんと同じ考えですよ。せっかくパーティーをするんならジャッジメントセブンの7人が揃った方が嬉しいです。そりゃ確かにちょっとしつこかったかもしれないですけど、決して個人的な感情の押し売りじゃありません。それがわからない夏美さんじゃありませんよね。それじゃあ失礼するわ。気が向いたらでいいから戻ってきてね。きっと遅くまでやってるから。終わった頃に帰るから。レイジ君、急いで基地に帰らなきゃね。ターニャンの歓迎パーティーの準備、ユーノ、レイジ君と一緒に頑張っちゃうんだから。ではこれより、タニチカの歓迎パーティーを開こうじゃないか。ユーノ、頑張ってロシア料理に挑戦してみました。ボルシチって言うんだよ。みんな食べてね。なんかすっごい色してるわね。これ大丈夫？絵の具とか入ってない？懐かしいのだ。あ、ちっちゃな頃によく食べたのだ。にょほん、おいしいのだ。この味は本場ロシアを超えたのだ。本当かい？どれどれ。我が輩も試してみるとしようか。おお、これはなかなか。おい
しいじゃないの。これ、外国の料理よね。ユーノ、あんたどこでこんなの習ったのよ。別に習ってなんかいないよ。作ったのもこれが初めてだしね。クッキンパッドを見ながらとりあえずやってみたんだ。クッキンパッド先生の力を借りたとはいえ、初めてでこれだけの料理を作ってしまうなんて。ユーノ、あんたすごいわね。正直私には真似できないわ。肉じゃがだって成功したことないのに。オワリさん、本当にいいんでしょうか。夏美さんが戻ってくるのを待たずに始めてしまって。ああ、気にすることはないよ。夏美がこういった賑やかなパーティーを苦手としているのは今に始まったことじゃないからね。でも会議が終わった後のパーティーには普通に参加してるじゃないですか。あれは会議の延長線みたいなものだからだよ。実際夏美も絵を描いたりしてるだろ。夏美先生はこのようにただ楽しむためだけに行われるパーティーは非常に苦手なのだ。基地で開くクリスマスパーティーにも参加することはないからな。決してタチアナのことが嫌いなわけではないのだ。これはあくまで夏美先生の性格だから。レイジーもあまり気にする気ないぞ。つまらなそうな顔をしてたらダメなのだ。え、ああ、そんなことないって。しっかり楽しんでるよ。料理だって美味しいしね。ところで世界から聞いたぞ。レイジは大学生なんだってな。暇そうで羨ましいのだ。別に暇なわけじゃないんだけどな。というか夏休みに遊びに来てるだけの中学生に言われたくないよ。このロシアの秘宝と言われる頭脳を持つターニャをただの中学生だと思わないことなのだ。世界中の研究機関からすでにスカウトの嵐が来ているんだぞ。どうだ、すごいだろう。わかったから、ちょっと動くなよ。次はあっちのフライドチキンを食べるのだ。肉ばかり食べると健康に悪いからサラダもちゃんと食べなさい。ピーマンは苦手だからレイジが食べるのだ。ダメ、少しなんだから我慢して食べるように。ほら目を閉じて。あーん。レイジ君、口ではなんだかんだ言いながらもハーニチカのお世話係をバッチリこなしているじゃないかい。レイジ君すごいね。ユーノ感心しちゃったな。我が輩の額に埋もれる第三の目がレイジ、貴様の未来を予見したぞ。ズバリ託児所勤務だ。勝手に未来を予見しないでください。それに何度も言うようですけど、好きでやってるわけじゃないですからね。ビールは一本目が美味しいってみんな言うけど、あれは嘘よね。何本目だって美味しいが正解よ。レイジ、あんたもうすぐ大学夏休みなんでしょ。暇だったら私の机周りの片付け手伝わない？暇じゃないですから。夏休み前には試験だって。うわあ！じゃ
ことうるさいね。規制はイルカだけで十分だってのに。レイジ、今のはまだまだだな。本当の魂の叫びとはこうするのだ。キシュー、うわー。なのよ今の大声は。僕すっかり忘れてたんですよ、大学の試験のこと。何の準備もしてなかったんです。このバイトが忙しすぎてほとんど大学に行けてません。せめて試験でそれなりの点を取っておかないと単位が。なんだレイジはテストがあるのか。だったら勉強を教えてやってもいいぞ。ターニャに任せるのだ。いや、算数とかは間に合ってるから。ほら、博士号を持つターニャをバカにするな。日本の大学生の勉強ぐらいお茶の子さいさいなのだぞ。こうなったらもう決めたのだ。今からターニャはレイジの家庭教師なのだ。世界的頭脳の持ち主が勉強を教えてくれるなんて、レイジはラッキーボーイなのだ。はあ、オワリさん、立ち穴なんですけど、ホテルでも取ってあったりするんですか？ホテル？そんな贅沢なことはさせないよ。ターニチカは滞在中はこの基地に泊まるんだよ。いつもそうしているからね。え、そうなんですか？まさか、オワリさんのペントハウスにでも寝かせるんですか？君、ロリコン疑惑をかけられたらどうするのかね。待っていたまえ、今ターニシカの別荘を持ってくるからね。倉庫に入れっぱなしだったからな。少々ホコリをかぶっているが、拭いてやれば大丈夫だ。これは？広げてみればわかるよ。そのあたりにでも置いてくれたまえ。中にマットを敷くのも忘れないようにね。起こして歯磨きさせないと。そうなんですか。レイジ君、アニシカの方が片付いたら朝の家まで運んでおいてよ。どうして僕が。浅野さんならこのままここで眠らせておけばいいんじゃないですか。会社に泊まることだってよくありますし。いや、まあそうなんだけどね。問題は今晩の浅野はかなり飲んでるってとこなんだよね。深酒をした後の浅野の寝起きはそりゃひどくてね。下手をしたらラウンジがめちゃくちゃにされてしまう可能性があるんだよ。
おや、言うのも反対なのかい。まあレイジ君なら大丈夫かな。え、ごめんねレイジ君、お姉ちゃんお家だったら寝起きもそんなに悪くないんだ。ユーナとお姉ちゃんのお家そんなに遠くないからお願いできるかな。はい、任せてください。浅野さんは大切な先輩ですからね。地の果てまでだって運びますよ。それはちょうどよかったわ。時間を潰してきた甲斐があったわね。あのお子様ももう眠ったんでしょ。それなら安心して基地に戻ることができるわね。ところであなたたち3人はどこへ行くつもりなのかしら。見ての通り浅野さんが酔いつぶれちゃったんで、これから家まで送り届けるところです。レイジ君がユーナのお家まで来てくれるんだ。そう。こんなに暑いのに、それはご苦労なことね。そうなの、レイジ君はご苦労様なの。お姉ちゃんをおんぶして歩いたら大変だよね。そうだ夏美さん、冷蔵庫の中に残り物ですけど、パーティーの料理が入ってますから、よかったら食べてください。ユーノ、ボルシチって名前のロシア料理に挑戦してみたんだよ。みんな美味しいって言ってくれたし、なっちゃんにも食べてほしいな。あの、でも私コンビニのお弁当が。そのお弁当は明日にでも僕が美味しくいただきますから、何でしたら買い取ってもいいですし、せっかくのパーティー料理が無駄にならないようにしたいんです。だからお願いします。わかったわ。そういうことなら特別に協力してあげるわよ。サブ生放送でも見ながら適当にいただくことにするわ。レイジ君ってすごいよね。え？何がですか？パーティー料理ならそんなに急いで食べなくったって 2,3 日は持つのに、あんなこと言うなんて。せっかくのパーティー料理、なっちゃんに食べさせたかったんでしょ？さあ、それはどうでしょうか。僕は単純にコンビニ弁当じゃ味気ないかなって思っただけですよ。そんなことより早くお二人の家を目指しましょう。途中で疲れても降ろすわけにはいきませんからね。あ、ごめんね、急いだ方がいいよね。ユーナたちの家はこっちだよ。ねえレイジ君、本当に大丈夫？お姉ちゃん重くない？そうですね、確かに重くないといえば嘘になりますが、背負って歩けないほどじゃないですよ。そっか、さすがは男の子だね。そういえばこの間もなっちゃんを背負って走ったもんね。レイジ君パワフルだね。
さん、本当に残念なんだな。メイジのバカ。いいなお姉ちゃん、気持ちよさそう。じゃあ今度ユウノがピンチの時にはレイジ君におんぶしてもらおうっと。でもそんなピンチの状況なんてない方がいいのか。ユウノはまだ未成年だからお酒も飲めないしね。でもそうしたらレイジ君におんぶしてもらうのって他にどんな状況があるかな。そうですね、運動会のおんぶ競争みたいのがあればできるかもしれないですね。運動会か。じゃあ秋になったらジャッジメント7で運動会をやろっか。なんか楽しそうだね。確かに楽しそうですけど、夏美さんを参加させるのは至難の業かもしれませんね。そっかな。レイジ君が誘ったらなっちゃんも参加してくれると思うけどな。じゃあ秋になったら運動会をやろう。どっかの公園でお弁当をたくさん持って行って、玉入れとか大玉運びとか綱引きとか金魚すくい。いや、金魚すくいは運動会の競技じゃないですし、あと玉入れとか大玉とか綱引きとか道具を揃えるのが大変な競技ばっかですよ。そっか。それじゃかくれんぼとか鬼ごっことか泥系とか。ウォークダンスだ。うわー、びっくりした。男の子と女の子に分かれてちょっとドキドキだね。まだレイジとはダンスしてやんない。でも私に触ったらアンジをお見舞いだ。はいはい、そうですか。僕も浅野さんとダンスしたら足を踏まれて怪我しそうなので遠慮したいです。楽しみだね、運動会できたらいいね。ありがとう。疲れたでしょ。座って座って。お、レイジ君喉渇いちゃってるよね。待っててね、今何か用意するから。
ちろんシロップはユーノのスペシャルブレンドだよ。イチゴとメロンの割合が3対3。これ内緒だからね。レイジ君どうしたの？ユーナさん、あの壁って何か貼ってあったんですか？あ、うん、お姉ちゃんがポスター貼ってたんだ。基地のお姉ちゃんの机にも貼ってあるでしょ。あれと同じのがここにもあったんだ。落語のプリンス様っていうアニメのやつなんだけど、今一番ハマってるみたい。落語の CD とかグッズとかたくさん集めてるんだよ。DVD も全巻揃えてるしね。あれ？でもそんなハマってるのに、なんで剥がしちゃったんですか？それがね、お姉ちゃん寝ぼけてポスターに抱きつこうとしたんだよ。そしたら間違えて破っちゃったんだ。ポスターに？主人公の男の子がすっごく好きみたいで夢に出てきたんだって。それで抱きついちゃったんだよ。それからのお姉ちゃんの落ち込みようはすごかったんだ。1週間ぐらいずっとへこんでたもん。お仕事も3日くらい休んだし。でね、お家に一人でいるともっと塞ぎ込んじゃうから、ユーノがアニメショップに連れてってあげたんだ。そこでラクプリのグッズを買いまくって元気を取り戻したんだよ。お、あれはね、ユーノたちのお父さんとお母さんだよ。もうずっと前に死んじゃったんだ、交通事故でね。ユーノが小学校2年生の時だったかな。それから先は大変だったんだ。お姉ちゃんと2人で親戚の家に引き取られたんだけどね、そこあんましいいお家じゃなかったの。それでね、お姉ちゃんが高校を卒業してすぐに就職して、ユーノを連れてそのお家を出たんだ。それからはずっと2人で一緒。そうだったんですか。知りませんでした。なんかすみません。あれれ、どうしてレイジ君が謝るの？いや、そのなんとなく。お姉ちゃんってすごいんだよ。骨も学歴もないのに一発で就職を決めちゃったんだから。なるほど、それでジャッジメント7に入ったんですね。ああ、それは違うんだ。お姉ちゃんが最初に入った会社はジャッジメント7じゃないんだよ。なんて名前だったか忘れちゃったけど、やっぱり音楽を作る会社だったんだ。でもね、エッチな上司の人がいてお姉ちゃんにセクハラしてたの。それで会社を辞めたんですか？レイジ君、お姉ちゃんはそんな泣き寝入りするような弱い女の子じゃないんだよ。その上司さんをね、シンセサイザーで思いっきり叩きのめしたんだから。まあそのせいでクビになっちゃったんだけど。
最初の会社をクビになっちゃったお姉ちゃんはね、生活費を稼ぐためにバイトをしながら浅草の駅前で路上ライブを始めたんだ。演奏だけってことないですよね。歌も歌っちゃったんですか？うん、歌も歌っちゃったんだ。結構儲かったんだよ。たくさんの人がお金を置いてってくれたんだから。本当ですか？うん、君の歌はこんなところで歌うにはもったいない、もっと別の場所に行くべきだってアドバイスもくれたかな。でもお姉ちゃんは場所を変えなかったんだ。だって好きな男の子がその駅を利用してたから。え、そうなんですか？相手はどんな男の人なんですか？うーん、男の人じゃないかな。ひょっとして浅野さんは女の人が好きなんですか？やだな、全然違うよ。お姉ちゃんはいたってノーマルだよ。お姉ちゃんはね、小さな男の子が好きなんだよ。駅を利用してる男の子のこと気に入って、その子が通るたびにその子のために作ったオリジナルソングを歌ってたんだ。でもその男の子すごく恥ずかしかったのか、いつも逃げるように駅に駆け込んじゃってね。そのうち顔を見せなくなっちゃったんだよ。悲しいよね。それでもめげないのがお姉ちゃんの強いとこなんだよ。失恋の悲しさを新曲にして、さらに路上ライブに力を入れたんだから。そんな時にたまたま通りかかった世界さんに誘われて、ジャッジメント7で働くことになったんだ。自慢のお姉ちゃんなんだよ。浅野さんだってユーノさんのことを自慢に思ってるはずですよ。だってユーノさんは誰にでも愛されるすごくいい子なんですから。ユーノさん、早く食べないと水っぽくなっちゃうよ。あ、すみません、いただきます。もうしょうがないな。じゃあ特別にシロップを追加しちゃいます。これでイチゴとメロンが4対4だよ。
なんであんたがここにいるのよ。あんた、言うのに何かしたんじゃないでしょうね。触ったり、あれなことしたり。天地神明に誓って何もしてません。じゃあ私の体に何かした？触ったりとか。浅野さんが想像してるようなことは何もしてませんから。まあ、触ったか触ってないかで言えば、ある意味触りましたけど。は？違いますから、誤解しないでください。手で触ったとかじゃなくて、体と体をくっつけたっていうか、なんていうか。純潔を汚した罪、死をもって償え。